はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。ちょうど3時になりましたね。8月25日の水曜日でございまして、3時になって、見てみますと日経平均は結局のところマイナス 7.3 で終わりましたね。はい、ドル円も 109.71 と若干、円高気味ですかね。アメリカの金利がね 1.29 と 1.3 になるんちゃうかというところに来てますね。はい、本題いきましょう。日本経済新聞でございまして、1月25日10時38分有料会員限定の記事を私は開いてしまいましたので、開いたところを貼っておきますね。タイトルはですね、中国企業の IPO 急ブレーキ、当局が40社の手続きを中止、市場浄化策、成長企業の資本調達に影響というサブタイトルでございます。もうちょっと長いんでかいつまんで、最初まず、かいつまんでいきましょう。ドイ、上海ドイ、何やろこれ、ともゆき。かな、倫理の倫にですね、倫理の倫にこれというですね、のというですね、中国で新規株式公開 IPO を目指す40社の上場手続きが止まった。株式市場の不正一掃を目指す中国政府が証券会社や法律事務所などを相次いで調査しているためだ。習近平かっこ習近平、指導部は貧富の格差縮小を示す共同富裕を提唱しており、資本市場で不正に富を蓄積する動きを厳しく牽制する。今更なんやって話ですけどね。成長企業の資本調達にも影響を及ぼしそうだと。上海深圳証券取引市場が18から20日 IPO を申請していた計42社の審査を同時に停止し、25日までに2社が再開した。棚上げとなった企業は中国の電気自動車かっこ EV 大手、ヒアユですか、BYD の半導体事業子会社、ヒアユ半導体、読めへん、ユという字がですね、ヨシという字に信用にがついてて、これ日本では使いませんね。いや、外科手術用医療機器を開発する酵素統制地形医療鍵、バイオ医薬を開発する和源生物技術過去上海など、知らんやんそんな。医薬やハイテクのように成長期待が高い新興企業が多い40社のうち34社が深圳証券取引所の新興企業向け市場創業版いたですね、創業版。6社が上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場を仮想版いたですねへの上場を目指している。ヒアユ半導体の審査停止について深圳証券取引所は発行体の法律事務所が証券監督管理委員会かっこ商管会の調査対象となっているためと説明していると。まあ以下うにゃうにゃと続きます。やっぱりここのところね、こう習近平政権によってですね、こう資本主義的な資金調達、いわゆる IPO 株式を公開して投資家から金集めるっていうようなことをですね、これは新興企業に限った話ですけども、まあ、去年の11月にアリババの子会社アントの IPO を急に止めるとかですね、そういう動きが割合顕著に見られています。別にそれええやん
と普通に思うでしょ。我々は資本主義、もう生まれた時から資本主義の社会で生きてる人間にとって当たり前や、こんなんと。あの証券取引所でですね、あの自分の株式を上場して広く投資家から資金を集めるというのは当たり前の行為であって、それでですね、儲ける人もいれば損する人もいるわけであって、で特に新規株式公開というのは新興企業が出すわけであって、まあ、あの日本で IPO って大体儲かったりもしますよね、ほとんどが儲かっていた時代もあったんですね。今はね、あの、損する人も多いような気もしますけども、でも普通に健全な行為なんですけども、どうも習近平さんってそういう資本主義的なお金集めということに関してアレルギーを示し始めたんちゃうかという感じがしていきますね。ええやんこれって、まさに資本主義的な行為なんですよ、 IPO っていうのは。でこれになんかチャチャを入れてですね、その健全ではないと、その例えばこんなことがありますね。この方針に従って、商館会は不正行為の疑いのある証券会社や投資家、法律事務所や監査法人などを相次ぎ調査して、今更何やってんやろっていう感じですね。その確かにね、多少そのなんていうか、株式公開っていうのに関してはですね、基準を緩めた方がいっぱいこうそういう会社が出てきてええやんということになりますね。一時日本も緩い基準で20年ぐらいはすごい緩い時ありましたよね。でもうあらゆる会社、その辺の年商10億ぐらいの会社はみんな株式公開しましたね。でわーっとみんな創業者儲けて、よっしゃ引退とかって言いましたけど最近ちょっと日本はきついですね。でもまあある程度のその基準っていうのはね、あんまり厳しくするとね、 IP をやる会社がなくなってしまうんで、証券市場もあんまり活性化しないというのが現状ですね。最近でも日本は厳しいですね。私の知り合いって、まあ、当然不動産会社系ですけど、ちょっと景気のいいところは、社長あれ IP をしはるんちゃうのって言ったら、いや考えてますよとかって、考えてますよって言いながらも10年ぐらいできない会社もあるんですよ。でなんでなんって聞いたら、だって作業順調でしょって、どんどん支店も増やしていって、社員も増やして年商増えてるしとか言ったら、やっぱりね基準が厳しくってね、なかなかできないっていう会社、僕3つぐらい知ってますよ。いや、そのうちの一つは、社長、あの株式ちょっと早めに譲っといてなってあのお宅株式公開したら私それ売って、まあ、あの引退するしとかって冗談で言うてたら、あいいですよとかって言うてて、全然譲ってくれへんやんってああ、まあそんなところあって、でもそこもなかなか株式公開できない、やっぱりね厳しいんですって、話聞いたら、へえっつって、まあいずれも年商数十億、2桁をもう瞬く間に超えて数十億ぐらい行ってましたね。いや、な不動産すぐ行きますからね、もう下手したら100億ぐらいすぐ行きますから、まだ公開したらええやんと思うんですけど、なかなかで、ね、難しいみたいな。やっぱりね、個人企業ですからね、こう会計基準、公の会計基準に合わないこともいろいろあるでしょ、それはまあいいんですけど。で中国はそれでですね、そのどうやらこうやってですね、割とまともなっていうか、まともそうに見える IPO を規制し始めた。これは多分だからね、あのこういう書いてある通り、表に書いてある通りね、不正行為の疑いのあるのも、まあ、まあそれもあるかも分かりませんけども、それよりも何よりも、そうやってこう小企業を作った経営者たちがパッと儲けること自体をね、悪だとみなす、まあ、社会主義的な価値観で政策をこれからこう実行していくというような、まあ、姿勢が垣間見えますね。これでも前から言ってますとおり、すなわち資本主義の否定なんですよ。そんなんね、あの世間に通用する何か製品なり技術を生み出して、それをわーっとこう広げて小金を稼いで、でさらにこう事業を展開するためによし IPO やっつってやって、またバーッといっぱいお金集めて会社を大きくしていくって、これまさに資本主義なんですよ。今までの中国それでやってきたわけですよ。それでアリババなんかは最終的にあえて世界的企業になったわけですけど、まあ、もちろん非常にドメスティックですけどね、世界的なあのこうサイズの企業になったわけですよね。でもそれをこれからこう許さんという、そういうふうな姿勢に転じてるわけですね。
これはすなわち資本主義の否定であって、今後こういうことを許さないということであれば、中国経済っていうものがですね、こういう自由な金儲けを許さないというのであれば、中国経済の成長っていうのはあんまり望めなくなりますよと、前から私も言うてるんですけど、まあそれはその方がいいと思いますけどね。あんな勢いでグワッと来られたら、そんなもん 3,4 年だったらアメリカ経済も抜いてたんちゃうかなと。でもここトランプが出てきて以来ですね、急速に中国経済っていうの成長力が衰えてまして、むしろこのここのところはマイナス成長になったんちゃうかぐらいの感じになってますね。それでなおかつこういう規制をしてもらったらですね、ああよかったよ、これでしばらく空いたらおとなしだろうわみたいな僕らからするとそういう感じですね。はい、この日経新聞のサイト、これ多分ね、必要はないと思うんで、開いたところを貼っておきますんで、私今半分ぐらい読みましたけども、全部読みたいという方は読んでみていただいて、これ割と意味のある記事だと思いますんで、皆さんもそれでお考えいただければなと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。